さあっていう感じでじゃあやっていきましょう。予選リーグに先です。で、負けた側は、ニュートンのランバとはキャラ変更 OK なので、まあ、ハートに負けてユダをかぶせるとか、まあ、そういうのも一応ありですね。 B ブロック全部トキ、マジで本当だ。しっかりゆっとりケーター、これ B ブロックなんですけど、トキトキトキですね。さあということで試合スタートと。さあもう音澄さん凄まじく久々ですが、さあ 2P ハートということで早速 A パー始まって、ちょっとミス。さあこの元住さんのハート様とかはもうおそらく元住さんとやってないところで対策立てらんないですからね。さあということで抱きしめて1本目は元住さんが選手と。さあとりあえずの無双。さあとりあえずね、無双がつけば、まあ、アースクラッシュなどにリスクを負わせられるので、さあこれは読んでいたか。さあジャンエー当て投げ、ハートのエースラオーナーでちょっと残った。さあ1本目は元住さん。さて、まあ先ほど言ったようにこの場合坂本さん負けた側の方は、まあ、キャラ変更ができますということで。セイバーの坂本さんではないですね、このコメントにありますけど。なんかコメントの方に熱狂的なナスダップ信者がいますけど何なんですかこれナスダップさん最強最強、ナスダップさんの試合早よって、うん、さあということで、そうこう言ってる間にまた元住さんが抱きしめて、さあ本当に今ハートっていうのはもうかなりのレアキャラにおそらくなっているので、元住さんがフラッと来てくれる時ぐらいしかハート対策ができないっていう状況になってますよね。さあそれを生かして元住さんはどんどん勝っていきますと。さあここでサイ当てて、さあ暴れが冴えてますね元住さんの。さあ今死亡コースでしたが元住さんのガーキャンがちょっと出なかった感じですかね。さあ裏サイ決めて、さあこれはミスらなければ、まあ、ブースト1本近く回収して終わりと。まあこの状況もうハート側もねガーキャン一発で行動するので、まあどちらが有利っていうのはあまり関係ない状況になってきますがあっと、さあガーキャン入って、まあハート使いがこれをミスるところはあまり見ませんがさあここからいつもの抱きしめて終了とさあ勝ったのは元住さんのハート様、強いですねこれは2抜けまでなのでどっちからやっていきますかね。勝ち抜け勝った人が連戦でやっていくので、すみません元住さん連戦でナスラップ剣士郎とお願いします。さあラオウの次は剣士郎とえ
また 2P が元住さんですね。で 1P がナスダップ剣士道。さあやはりハート様となるとじゃんけんが重要になってくるので 2P ハート様取りますね。ダップのハート対策は完璧やかだな、負けないようだってさあ対策の昇竜拳、さあハートに入りやすいコンボを決めて、さあちょっときつい、やはりハート様さ、おそらくハート様の中でもトップクラスにきついであろう組み合わせですね。これさあグレイブ置いてあってうまい置きでしたね今。さあ1ラウンド目はダップ剣士道が完璧なハート対策。さあまたしてもあっという間。さあ1試合目は、ナスダップ剣士道が勝利と。まあ、おそらくソッド間に合いそうですね。さあ2試合目、まあ、これを取れば2先なのでナスダップ剣士道が勝利と。開幕はダッシュ 2D。 基本的にこの組み合わせ、まあ、何やっててもハート様側はきついのですが、まあ、攪拌があるああいう岩とかもねちょっと強気に振っていかないといけない組み合わせっていうのが、まあ、きつさを物語っているというか。さあここで無双転生と。さあこれはワンチャン入って、さあどういうルートで殺すんだろう。さあ台風で回って、さあこっから A パに行こうですかね。素晴らしいまあいくらきつい組み合わせといえどあんな感じで一回ガーキャンなりなんなりが通れば死んでしまうので、まあやっぱりワンチャンはありますね。さあこれはさあ元住は切れております。ガーキャン確定のはずですが、アーマー技でガーキャンを耐えるっていうスーパープレイ。まああれ剣士郎がやるっきゃないっていう感じのあれなんですけど、さあそうしてやり直しと。さあこれ同じに見えるんですが微妙にレシピを変えております。さあ見事に殺し切ってこれで 1-1 強いですねさてじゃあ次が決定戦ですね。1対1の決定戦。さあ元住さんが開幕か攻めて攻めて掴んで終了このハート様毎回即死コン決めるんですよさあ元住さんがリーチ。
ハートの試合は見てて面白いですよね。あれ、さあまたしてもテーダが刺さって、世界一簡単と言われる A 級コンボ、あれでね。さあということで元セミさんが1位抜け、じゃあ坂本さんとナスダップさんで2位抜けを決めると、じゃあじゃんけんで 1P2P 決めていただいて、これ勝った方が決勝トーナメント進出ですね。おいしいおいしいおいしいと、ハート対策が今本当できないですからね、やりたくても元住さんがフラット来るの待ちですからね、多分堀圭さんとかは名古屋だし。さあということで、ナスダップケンシロウ対坂本ラオウと、坂本さん最近中野でもかなり頻繁に見るっぽいので、スーパーやる気勢ですね。さあコンボ選択完璧だったが目押しミス、さあこれはまだドリブルの分のゲージはないと。さあちょっときついコーナーアウト、さあ何のブーストだったんださあここで無双をつけつつコンボ継続と、さあこれは無理しないルートで殺しに行きますね。さあ坂本さんがリーチ、さあナスダップケンシロウ予選落ちあり得る、あれさあ坂本さんがまずは1本選手さあコメントの方ではダップのラオウ対策は完璧やからなって来てますけどお前らこっから見とけよってさあこれ 0-1 の状態なので坂本さんが勝てば2位通過で決勝トーナメント進出となります。さあ1ラウンド目テーダ D からスタートでコンボと、さあこれはまだピヨンないですね、ここで無双をつけて釣りでピヨります、ピヨンねピヨンねここでピヨりましたね。さあ今度はあっという間にナスダップケンシロウ1本選手、さあ星もゼロなので3秒ぐらいで終わる可能性があります。前入れた前入れたよと、さあ今地味に深い読み合いでしたね無双仕込み用に 2B やってるっていう、さあガーキャンで飛ばしてこれはよく見てたがブー一撃ミスですねじゃあ空上ブー一撃がブーヘビになってしまったと、さあ坂本さんのコンボ精度が高い、はこれは結構致命傷になりかねないと思ったけど最後は削りっすね。
さあもうお互いワンチャン圏内。あ、うわ、運がいい、運が良すぎる。2D まで入れていれば。さあこれで1-1、次で決定戦ですね。で一応その次のリーグ呼び出しておきますと、しっかさん、ゆっとりさん、けいたさん、しっかゆっとりけいた、この時々時のリーグ、デスリーグ。さあ3試合目開幕、またしてもテイダD先端当てですね。あのテイダD先端当てちょっとラオが対処がしにくいですね。さあ息を吹き返したかのようにダップ剣があっという間に取っていきますね。さあ2ラウンド目、ラオの保身2個なので、まあテイダ刺されば終わります。さあここでガーキャン飛ばして、おお、よく外した。さあガーキャン直側から2A と、坂本さん細かいところがすごい上手くなってますね。これがダップや、お前ら分かったかって。さあここは上に上げずにトラベリングルート。さあ最終ラウンド、ちょっとゲージ状況的にはまあケンシロウ側が有利かなという感じでしょうか。さあコンボ通ったけどコンボミス、うますぎる。うますぎるがキャンガリ。さあこれは、あー、マキンタロー。ここでマキンタロー。マキンタローがまさかの。さあ運が良かったですね。さあということで2位通過はナスラップケンシロー。いやー、勝ち確2回ミスってますね。さあじゃあ次がゆっとりしっかけーたのリーグですね。ときときときのリーグということで、まずはしっかゆっとりからやっていきましょうか。先ほども言ってますが、予選リーグは2先ですね。で負けた方はキャラ替え OK です。しっかさんが 1P でゆっとりが 2P。そうですね、決勝トーナメントですけど2位通過のところは、あらかじめ決まったところに入ってもらう、まあ、おなじみのルールで、なのでもうナスダップケンシロウは決まった場所に入ってますね。さあ、時時ですが、これは白いノーマルカラーの方がシッカさんで、KI カラーの黒い方がゆっとりですかね。さあしっかさんも大山はかなり久々ですね。さあここで断人剣で置き攻め重視。さあ怪しい。ちょっと怪しかったが殺しきって1本目はしっかさん。これは西西の後のファジーアバデ用にリレイステッカーズですね。まあ、かなり鉄板の選択肢。
さあ冬季同キャラ、まあ、結構上からかぶせる感じのジャンディが強いので、まあ、いかにそれを対策するかっていうのが重要になりますけども、さあお互い激しい自分でもおそらく制御が効いていない。さあ 2D リレー切割、さあ 2A2D ウルトラ強気に振っていくさあ、シッカさんの防御が硬いですね。これで断刃剣で11、ゲージ状況的にもまあそんなに差はないかなと。さあ最終ラウンド、さあここに来て暴れ潰す格好、まあ、あれ最強の選択肢なので、まあそんなに有効な対策っていうのはないですね冬季同キャラのかなり安定行動。さあこれは 2A 対空のミスでしょうか、普通にしゃがんで下ってしまった。さあせっかっこからのせっかっこさあ1試合目は失格時が選手。さあ2試合目ですね。KI の試合はね、 KI の試合はもうしばらく後ですね。このペースだと本当3時半ぐらいですかね。そうですね、ソッドっていうのがちょっと遅れてるせいで最終ブロックに回ってます。さあ今回もカラーは先ほどと同じですね。白いノーマルカラーがシッカさんで、黒い方がゆっとり。さあこれは暴れつぶしで微妙に奥出して重ねてましたね。さあゆっとりがちょっとよくわからない動きでさあコンボ決めて、これはまだ断刃はいかないですね。自分せっかちになってしまったさあここはせっかちで1本目はゆっとりとき、さあ2本目、ちょゆっとり側の方はまあ欲しい相手が2個なので、何か通せばもう殺せるっていう状況ですね。さあシッカさんの攻めがちょっと前までと変わってますね。さあ引っ掛けて、さあ深い深い読み合い、ファジージャンプ用に奥出して重ねてるんでしょうか。さあとりあえず取り返すと。さあこれで 1-1 ですね、決定戦。シャウザーなんて今日いたっけ。
さあ1位2位抜けまで決勝トーナメントに行けますと。そうですね、今日人数いつもより多いですね、かなり。さあ3試合目またしてもカラーは同じで、さあシッカさんがコンボ決めて断人剣と。さあ次の絆通れば1本決まってしまいます。西シッカさんも思わずのけぞる。さあここは手だ通って、さあこれは結構きつい展開ですかね。さあ1ラウンド目はゆっとり星全部取ってますね。さあこれは珍しいのが見れるのか。おっとっと、さあ時同キャラのドリブルっていうのは結構珍しいですからね。さあここでハガン剣で勝ったのはゆっとり時ですね。ゆっとりの方が連戦で、ケイタさんとそのまま連戦でお願いします。ケイタさんが 1P ですね。でゆっとりが 2P のままですね。これってなんか テロップ入れるツールなんですか。この間バカヤゼが大会やってたんですけど、だいぶ楽に。さあ今回はケイタさんがこれは青い方ですね。青い方がケイタトキで、白い方がゆっとりトキですね。 2P 側。さあゆっとりが固めて、さあガード硬いけどここで崩れて、そうだね、全員色一緒だから毎回みんな違う色になってる。さあここでピヨって、これは星全部なくなってしまうかな。さあ1個残して1本目はゆっとりときが選手と。さあブーナギで固める。さあここは投げたんですがコンボミス。さあケイタさんかなりやりにいっている。そこは断然使っていけますね。まだ死なない状況ですが、さあ置き攻め重視。さあということで1本目はゆっとりが選手と。さあ2試合目、
Retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあ今度は、ケイタさんが黒い時ですね。黒い時がケイタさんで、ノーマルがゆっとりと。さあゆっとりが当て身を出していた。さあうまく拾ってこれはせっかちで終わりますかね。さあ1試合目はゆっとりときが選手。ブージャンビー激しい。さあジャンリー刺さってこれは星2個取って、3個取りましたね。さあ残り星1個。さあこれは刺さってそのまま終わっちゃうかな。さあ早いゆっとりが1位抜けですねこれで。ということでじゃあ次はシッカさんとケイタさん。ケイタさんが 1P ですね。でシッカさんが 2P。さあまたしてもトキ。さあ今度はノーマルカラーがケイタさんで、このちょっと青色っぽいのがシッカさんですね。さあここでピオル。せっかつで締めて完璧ですね。ゲージも残してシッカときが一本選手。さあ2試合目。その暴れつぶせっかつはガードと。さあちょっと今のはどっちか分かりづらくて前に入れちゃった形でしょうか。ここで座ってハガンケンと。さあじゃあこれでシッカさんが2抜けにリーチですね。この時年季を感じますってコメントが来てますね。さあ2試合目、シッカさんはこれ勝てば、2位通過確定ですね。さあ今度はケイタさんが黒い時でシッカさんが青い時 2P 側ですね。さあジャンリーすごい当たり方した。シッカさんがコンボ決めて、さあ 2D 刺さってまだピオらないですかね。さあ 2D でおそらくピオります。さあちょっと裏に行ったように見えたが微妙に重なってなかったですかね。さあ1ラウンド目はシッカさんリーチ。さあジャンディまたしても刺さって、これはまあ星取り重視でいくでしょう。さあこれで星がゼロ。
さあ、ケイタさん、なんとかここから取り返したい。さあ、ここで 2D 刺さって1位撃と。さあ、ということで2位通過、 B ブロック2位通過はシッカさんですね。さあ、続いてお待たせしました C ブロックですね。ドンさんとナルカさんですが、ナルカさん今やってんのかな。ということで、じゃあキバさんとマーキンからやっていきましょうか。マーキン太郎くんいますか。あ、そうですね、決勝トーナメントは一応1先予定で、まあ、時間に余裕あれば2先っていう感じですかね。まあ、おそらく1先になるかと思います。キバマキンからやっていきますか。1P がキバシンで 2P がマキンタローラオですね。で次がドンさんとナルカさんなので、さあマーキンタの方が 2A を入れていく。さあ芯に対して往復作用を選んでいくあたり自信があるっぽいですね。さあこれはかなりゲージ回収しちゃうやつですね。死なない死なないのがマーキンタロー。さあ2ラウンド目、さあグレゴクトから蓄積。さあエンディが置いてあった。さあわざわざ難しい方に行く。これはまあトラベリングルートで連打さえミスなければ死んでしまいますね。さあということで1本目はマーキン太郎。次がね、ドンさんとナルカさんですからね。エンビーオラオラ。シンガーはこのラオウ相手というのはかなりきつい組み合わせなので、まあ、ピオラないラオウ相手に何回もコンボを決めないといけないというね。さあこれもおそらくミスらなければトラベリングルートで終わると思ったけど、マキン太郎。固めて、さあここで暴れ潰しのバニーですね。まあ、これをやるしかないっていう感じですね。
ササイは強気に手出し、最試合目はキバシンが取ると、マント謎のマントが出て、怪しい当たり方坂マキンタローはおそらく裏サイに行くんでしょうか。かわいそうすぎる今さあジャンビー、これちょっときつい状況ですが、まあ、一応ラオウの方針まだ3つなので、まあ、シンガーがちょっと有利かなと思ったらジャンエータロー、サミスらなければこれは死んでしまいます。さあバニーで飛ばしてトラベリングと、おっとミスった。さあ今のはまあ地味にうまいヒット確認でしたね。さあ一撃で、さあ2試合選手マキンタロー勝利ですね。ということでじゃあドンさんとナルカさん、最後までマキンタローの前ジャン入れっぱが通った感じでしょうか。1P がドンさんで 2P がナルカさんですね。さあナルカさんは先日も来ていた北陸勢ですか、元北陸勢なのかどうなのかちょっと分かりませんが、さあドンマミア、さあマミアトキっていうのはまあ結構っていうかかなりきつい組み合わせですが、トキ側もね多分マミアとやったことないと逆にかなりきついと思いますね。さあ、ま、6D でエンディーを潰すとすごい、手だとってこれはまあおそらく断人で死ぬでしょう。さあ1ラウンド目はナルカさんが選手、ナルカさんは北陸の方ですよね。さあマミヤはちょっとコンボが入りづらい、ブーストで固めて、あれ結構マミアどうしようもないですね。さあこれで星残り1個、すごい当たり方した。さあいろいろミスって一応掴めたからまだよかった。さあナルカさんちょっとマミア用のコンボが怪しいですが、まあ、ここは断人剣で普通にフィニッシュと。
世界で2試合目ですね。北陸じゃないか、あそこ なんて言うんだっけ、新潟とかの方。さあヘビー重ね通ったんですが 2A が出なかったかな。東北、あ、そうだよね、北陸で合ってるよね。さあ艦長通って、ここはゲージ使わないですね。さあ暴れ潰しバニから、これはドンさんがよくやるバニ剥がしルートですかね。さあ素晴らしい。ここはせっかく使っていく、まあ、オーラゲージがないから使っていったという感じでしょうか。これでピヨってしまうのが間宮。これはちょっとコンボ選択ミスったかな。さあ戻しきれないのが結構間宮戦はやばいことになりますが、さあ掴んで、さあまあ星3コンボでも終わってたっぽいですが、ここはまあドリブルで今年に行くと。さあ時間ちょっと怪しく見えましたが、なんとか間に合いましたね。さあこれで1-1で、ここで勝った方とマーキン太郎ですね。そろそろソッドが到着するのかな、多分。さあこれが決定戦、ドンさんとナルカさんの決定戦ですね。これ勝った方が次マーキン太郎とやって1位抜けですね。ジェイキング氏は今日はやはり来れないようです。さあここはガーキャンやんないと割れてしまうところですね。さあドリブルルート、岩下まだ来ないんですよね。3時半ぐらいになるっていう話で、やはり間宮時ってこれ結構やってないと逆に時側がめんどくさいですよね。さあドンさんがリーチ、さあドンさん的にはこの試合勝てば次がまあラオウなので1位抜けの期待度がかなりありますね。
さあ前暴発したけどうまくアドリブうまいですねかなり。さあここはミス。さあこれで星がゼロと。ゼロだけどもマミヤのゲージが絶望的。さあうまく抜けて、さあグレイブタイクうまいですね今のは。せっかちで締めて星2個と。さあ最終ラウンド、さあうまくバニーにつないだ。最後はうまかったですね、ゲージよく見てバニーにつないで勝ったのがナルカさんの方ですね。ということでマキンとナルカさんで1位決定戦をしましょう。でまだドンさんとかも2位抜けのあれがあるのでちょっと待っててくださいね。あ、そういえば福永もいないですね今日。そうですね。これで1位決定戦ですね、マキンと、ナルカさん、ナルカさんが 1P。 さあ北陸の方はおそらく確かラオウはいるはずですね、2人、2、3人いるはずですよね。さあマキンタとエンディ、今のは地味にうまい。露骨な前D、ラオウには中段になってさらに上半身無敵と。これは時間的にもちょっと厳しいですかね。おおお禁止チョップチョップ印刷でおそらくドローぐらいにはいけたかな。さあここで無双転生、マキンのミスがちょっと目立ちますね。今両替してた人お札取り忘れてます危ない、ニュートンじゃなかったら終わってたニュートンじゃなければ終わってましたねさあ一撃ミス、このミスは結構やばそうなミスですね。イバシャ投げ嘘でしょ、ギルティギアかなまさかのリバーサ投げ。さあまあ結局のところこうなりましたね、ハガンチェンで。さあ1試合目はナルカさんが選手と。
ゃあこれ勝った方が1位抜けで、まあ、負けた方もまだ2位抜けの可能性がありますと。で岩下くんが そろそろ多分あと15分ぐらいで着きますかね。さあこれはどういうルートに行くんだろう。さあ裏サイで殺しに行きますね。さあ往復際精度が高い。ここで無双転生。今日のキャラというよりは、まあ、ニュートンだとキャラ替えできますからね。まあ、ただやってないので強いキャラを使おうかなとは思ってます。さあ1試合目はマキン太郎が選手と、無双もついてるのでかなり、まあ、ラオガはいい感じですね。これはさあ印刷でフォローうまい。さあこれはできるのか。できない。マキン太郎さあそれがまあブーチャイでチャイ連打ブースト連打っていうので一応殺せたんですが、まあ、今の結構よくあるミスですね。さあすごい蓄積乗ってる。無双うまかったね。さあということで一撃決めてこれで 1-1。 さあこのリーが結構接戦になりますね。さあ次が決定戦。次の試合勝った方が1位抜けですね。さあ、ガーキャン。さあここは強化ショップがあるので時がちょっと手が出しにくいところですよね。さあここで無双と。ブーエンビーマニアック。さあここはまあ素直に強化チョップでしたが読んでましたね。さあ完璧、体力計算完璧でナルカさんが1位抜けにリーチ。さあブーストがあると勘違いしたんでしょうか。さあこうなったら時はもうゆっくりと何でもできるとこだったんですが、無双転生うまいですねこれは。さあ裏サイも決めて、
往復サイト、まあ、往復サイト地味に時むずいって言われてるようですが、実はすげえ簡単というのがあるんですよね。さあ、わざわざ目押しを増やしてブー 1.5 回シュート。さあ素晴らしい、これで最終ラウンドですね。さあ時川は何通しても勝てるけども、ラオウもそれは同じですね。さあこれ掴んでこっから殺すのかなりむずいですが、頑張れるのかな。さあまず一往復で、さあ裏サイも成功。さあこれは成功したか。さあ成功、かなり難しいとこだったんですけどね。さあということで1位抜け、マキン太郎おめでとうございます。ということでじゃあ2位抜けをこれから決めていきますので、お待たせしました。AC だからドンさんとキバさん、でこれ勝った方と成香さんですね。でその試合勝った方が2位抜けと。さあマミヤシンですね。この組み合わせ結構いい勝負っぽいんですが、まあなんかマミヤ近いは有利でもいいんじゃないかっていう言ってるのかな。新は新近いも結構マミヤきついって言ってる人多いみたいですけどね、どうなんでしょう。まあ俺はさすがに新有利かなとは思いますけど。さあまだピオラない。さあジャン B ゴクトにしての地味にうまいですね今の。これだけでピオル。さあハクハのミスがありましたが、最後はまあ対空読みのジャンプオーダーガードに対してヘビーを置いておくっていう感じの読み合いでしたかね。さあガーキャンで飛ばして、まあ、結局のところゴクトを常に意識しないといけないっていうのがやっぱりあるんですかね。で、まあ、一応読み勝ったら殺せるみたいな。さあということで掴んで、まあ、ミスらなければドリブルいくと。さあここでミス。さあこれはまだ星があるので死なないですね。と思ったら刺さって終了。さあということで1試合目は、木場さんで岩下が今下板橋。
Decide your destiny. コメントの方でも、まあ、マミ扱いシーン、マミ扱いはシーン有利って言ってる。絶対マミは有利な気がする。俺はシーン有利かなって思いますけどね。どうなんだろう。さあジャンディでフィニッシュ。さあ2ラウンド目、またしても極斗と。さあ極斗から掴んで、さあドリブルだけど、まあこれは無理せず百列に行きますかね。リターン違いすぎる、それは微妙じゃないですか。まあシンもマミヤに対してワンコン決めただけでほぼほぼ即死ですからね。あなたの死は即死コンボじゃなくて即死連携ね。でそれ使うためにその即死をするためのガーキャンゲージを使わないといけないので、まあ、結果マミヤの即死コンができなくなるっていう。マシンはマミヤの片目を抜けられるけどマミヤは抜けられないっていう感じの、まあ、そういったのがあるので、だから俺はマシン有利かなって思いますけど。さあということで木場さんが2連勝ということで、じゃあ次勝った方が2位抜けですね。鳴香さんと木場さん、そうですね、キバーシンが 1P で 2P がナルカさん。さあ、極といい感じに刺さった。わあ、今うまいですね。ゲージ 0.2 をうまく使って。さあ飛びたくなるとこに NC。 さこは強気に 2A で暴れてた。さあ1ラウンド目はキバシンガ選手と。さあ星も相手3つなので何か刺されば殺せますね。うまい。ということでキバシェンが1試合目選手。すげえ寒い。超寒い。TRF になれるとやばいですよね。なんか来ましたけど、あー寒くなったのはこのこいつのせいか。そう、さあ岩下くんが到着と。延滞金込みで2000円とかだったかな確か。
だと言ってる間に騎馬神がまたしても先にコンボ決めて、さあこれはさあほぼほぼハメですね。さあ素晴らしいコンボ選択、強い。さあスライディングも当たって、出す技すべて当たってますね。さあ立ち絵置いてあってから一撃、うまい。さあということで騎馬神が、2位抜けですね。おめでとうございます。さあということで、じゃあ遅かった人が来たので、じゃあソッド KI ですね。じゃあマーキン君やってもらおうか。というわけでね、ついさっきソッド君が来たんで、まあギリギリ間に合いましたね。まあ満を持しての登場。これでなんか普通に KI 相手にさ2連敗して最速で終わるっていうのが一番なんか寒いやつだったけどこう特性苦手っていうよりね、まあ、初めてやるときだから何を知ってて何を知らないかが分かんないときついですよね。さあ KI は何を出すのか、ラオウを出してる。あ、ラオウ、うん、どっち。ワンピー側が多分ソッドかな、ソッドラオウ。 2P 側 KI シーン、とりあえず最初は様子見でサブキャラみたいな。最初なんかソッドは KI 曰く、いやソッドは結構ラオウいい感じにいけると思う、いや今のコパンとかね結構いい感じになるんじゃないかなとか言って頑張ってやってたんですけど、 KI のもろもろの全てに折られて結局今まだユダみたいな感じなんですけどね。さあ、まあ、言うてソッドはコンボマンなんでラオウのコンボも覚えればすぐ何でもできちゃうと思うんでね、 KI シントもやっていくうちにラオウだと結構勝てるようになったとか言ってたんですけど、さあ攻めていくのは KI、 そしてガーキャン方法をつけて、これは届かないのでそのまま何もできない。なんと火山はオーラガード、あのオーラガードがいいですね。 MB 確認してからオラオラ、ああいうのもいいですね。オラオラからガーキャンで返して立ち絵から中空ジャンディに対してガーキャンからのダッシュしたが当たらず、ブーエンシーからの何今の 2D が引っかかってる。そして雷神章で体力が逆転してコパンコパンで蓄積を乗せないようにノーガード。ラウンド取るのは KI シーン、なかなかいい勝負。危なあ、やっぱりねさあちゃんと見てましたよと、ガーキャン狩り選手銃撃から普通にめくって一撃ごめんごめんと。さあソッド君急いできて最速で負けるのにリーチしましたけど、2先なんでねソッドはもう後がない。だから勝った KI の方はそのまま死んでいっていただいて、ソッドの方はキャラ替えありなんで、まあさすがにユダ出してくるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ昔 KI シーンと書いて鬼神と呼ばれただけありますね。さあ 1P がユダ、ソッドユダが出てきました。ソッドユダ対 KI シーン、 NC バニーめくったが、その後ダガキャンで、まあ、暴れていたところに小足が刺さる。この状況は結構きつい。ダガール、リベンジダガールを倒して元に戻すと、ミルがいいは当たらず、ジャンディに対してガーキャンからの何かリバーサルで出ていたがコパンで普通に返されて、鼓膜
行け。さあ、羽田がガーキャンのみで抜けれますと。ガーキャンに溜まっていたのでガーキャンして、もう一回ガーキャン連勝レッパー、場に当たらず。さあ、あの状況は落ちてきても、あ、ピヨった落ちてきても着地硬直で狩られるので頑張ったけど、結局グレイブには勝てませんでしたという感じでしょうか。さあ、削り切ってラウンド取るのはソッドユダ。ユダシンは本当にね、積んでるまであるレベルだから。とはいえ KI シンだからダブ見てからブーつかみ投げ、しかしシンのつかみ投げはこの後何もつながらないのが一番かわいそうなところ。置き攻めが成功した後どうする、ダガキャン、ダガールリベンジ状態になってハイジャンで逃げて B で、いやーソッド式のねスタンプね。さあ切り裂いてゲージ全回復からのそのままコンボに行けちゃうんですと、はい、裏回ってブースト A からダム決壊でなぜかすごくたくさん浮く。あんなにヒット数刻んでいてもダムは一定の浮きになりますと、なんてゲームだ。さあこれがやり込み、さあ取り返すソッドユダ、どうするんだろうな。 KI は何で出てくるんでしょうか。トキの可能性が高いですね。まあこのゲーム3強でレイ、トキ、ユダって言われてますけど、まあ微妙にさすがにね、一番上トキでちょっと下がってレイで、もう一つ下がってユダって感じのね関係ではありますね。ユダもトキに対してはいけるとは言われていれど、やっぱりきついんですよね。天狗ぐらいだと思いますよ。さあトキで来る、レイ最強です。これあれか、エンゴさんもしかして。さあ鼓膜を出して様子見するのが時間セオリー。さあこれは受け身狩りのため場に、空中ため場にはオラがしながら味がっていうよくわかんないことをしなきゃいけないので、なかなか難しいんですよね、ガードがするのが。さあ攻め継続からバニから、これはハメ、あーっと行ってから上行ってまだピオラない、行けからの、あーっと、しかし下段はガードしたがその後のガーキャンをガードされてしまった。うまいですね。さあこれがやり込み、ラウンド取るのはソッドユダ。さあ裏回ってリーダがコンボミスっていく、壊し当たらずその後のコパンに当たる、悲しい。さあ天照薬列拳からできるのか、天照、天照からの落ちて断刃拳、まあ並々の高さなんでいけるでしょう。ダシコパン、ダシコパン、ダシコパン、ダシコパン。さあ機械はミスらない、機械はミスらない。立ちへ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 、ジャンゲー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 とユダ様が高く浮いていく。空気が入る、人の体重を軽くする飛行はこれだ。何でも飛行のせいにすればね大抵通っちゃうんで。どこで切った蓄積、どこで切ったんだろう。そうだね、蓄積切れてますね、ゲージが全くたまらない。さあ蓄積を切るとお互いゲージはたまらないんですけれども、浮かせてる側は若干ずつたまってくるんですよね。さあ 1.2 をきっちりキープして相手にブーストゲージを溜めさせない。転生ルートでオートで切れた、いやーどうだろうな、立ち絵のとことかで切ってるのか。さあガーキャンに対してせっかくはガーキャン勝つんですよと、今の暴れ潰しをしようとしてやった感じですね。さあダガールが当て身で死んでいく、悲しい。バニから裏回りはガードをガーキャン返して 2D が当たって落としてダム決壊、これは素直なガム決壊だが逆に当たってる感じ。
さあ、ブー何下段当て身で逃げていく。北斗少林脚でこれはダガールを潰すのがうまいが、ガハキャン狩られて覇者がお亡くなり。勝ったのは外枝だ。よかった、間に合って、間に合ってよかった。じゃあソッド連戦でマジシャンさんとはやってください。じゃあ KI に変わりましょうか。やっちまった。普通にガーキャン出しちゃった。これでなんだソッドマジシャン、さあソッドラオウですねとマジシャンレイ。さあやってる振りがすごい、やってる振りがすごい、コーナーを。さあ浮かしてこれは使っているゲージを。とりあえず殺すっていう感じですかね。さあ1本目は岩下ラオウ。さあこれは普通にドリブルルート行くのかな。さあ今がブーバグですね。さあここでやり直しと、まあ、ラオガとしてはもうゲージも溜まっているのでそんなに、まあ、影響はないかなという感じですかね。氷結ですか。ああそうなんですか。さあまあここはもうゲージお互いに溜まっているのでそんなに関係なく考えずにゲージ貯めていくっていう感じですね。さあ最終ラウンド、さあこれはちょっと裏っぽかった。大丈夫ですか。ああ大丈夫ですかね。復活しましたかね。さあということで岩下ラオウがこれ空調って一旦切れますか。弱くしました。明らかに弱くなって、装備なんで多分今。了解です。三つの萌えは一先で。三つの萌えは一先で。再試合。再試合です。さあということでもう一度レイラオですね。さあファジーやってるフリープ。
さあマジシャンレイはコンボ精度高いですからね。そこがまあグレイブルートに行って、まあ、ゲージ溜めさせないようにしていくと。マジ寒いおホットの飲み物まだあったっけさあ、2ラウンド目お、これは打撃通ってあよく裏回りましたね。投げ、さこれはドリブルルートで、終わるでしょう。ちょっと僕はあったかい飲み物を自販機で買っております。さあということで岩下の方は何を出してくるんでしょう。さあまあユダですかね。さあユダレイ、これ勝った方が、違うか、ソッドが勝てば1位抜け。さあ、コンボ先に決めてるのはマジシャン側ですね。さあ、ブーストからブーストから振って笑ってました。これは自分的にはマジシャンさんが勝ってくれた方が美味しいまである助かる。さあゲージ状況的にはまあほぼほぼ同じですね。さあ1ラウンド目はマジシャンレイ。さあブーニエ、遅らせブーニエですね。まあ、直下昇竜の入力読み。さあこれはダムで肝積みルート。さあ打ちますと、こうなった後の3ラウンド目がこの試合この組み合わせで、ね、かなりむずいんですよね。まあ、基本的にはユダ有利だけど、まあ、レイ側も直側昇竜やダンコ、まあ、ダンコはちょっとむずいんですけどあるので、まあ、どうなるかっていう感じですけど。あーいいエアバレだったが、鼓膜潰したのはこれかなりでかいですね。
さあダモーキ攻めで、ここはダンクいけますね。さあレイがちょっと厳しい。さあこれはやるっきゃない昇竜。さあこれまだ分かんないぞ、あれこれはええ昇竜拳。さあ決まってしまうのか。さあ決まってしまい、マジシャンレイが勝利、マジシャン側が勝利ですね。ということでじゃあ KI マジシャン、これ得失点はどうしようかな、まあ、なしでいいか。ああこれこのマイクだっけ。さてソッド君頑張って KI 倒したのにね、このまま波に乗りたかったですけど。さあこれでマジシャンレイが勝てばマジシャンレイの1位抜け、そしてソッド2位抜けで決定ですね。でこれで KI が勝っちゃいますと三つどもえでもう一回やり直しという感じですか。KI 負けてと外の応援が入ってますけど、さあワンピー側がこれ KI ユダですね、このかっこいい金髪のねユダ、 KI's ナンバーワンユダプレイヤーのユダですね。さあ小足からのダム決壊で裏回ってバニからまた裏回って昇竜拳で返してそのままお亡くなりモードですね。と昇竜ブーンから AC着地 A からブースト A からの昇竜拳ブースト分ジャン B C B A A A と、さあさっきまで攻めていたはずの KI がいつの間にか浮かされている。これが北斗の拳。 This is crazy game 北斗の拳。今のところなんか俺の後ろに急に回り込んで今のところ俺と同レベじゃんとか言ってソッドが言ってきたんだけど、まあ今のところね同レベですね。ここからでもナンバーワンユダプレイヤーのね格の違い見せてくれるんでしょうか。あーっとジャンゲー、これがナンバーユダプレイヤーバニキャン漏れのバニキャンじゃねえガーキャン漏れのバニからバニで投げたけども時間は切れていると。ラウンド取るのはマジシャンレイ、危なかったが1ラウンド取る。 VB からさあちょっと待ってから崩していく、あの MB がね本当に強い。あれよく見なんかあれなんかコンボマンだったはずの KI が落としてしまう。さあうまくダガール見てからジャンディで返していく、そして裏回ってコンボを決めていく昇竜拳ブーンからまた裏回って昇竜拳ブーンから ACAA からドリブルルート。さあ昇竜拳が出なくて、はい USB ってやつですか、これが懐かしの USB ネタ。さあガーキャンあじったけど半角がなくてなんか落としてなんかめちゃくちゃになってジャンディが当たってしゃがみくらいなのでレイのしゃがみくらいはバニまで引っかかるとなんだかんだで取り返す KI ユダ。さあ 2D 開幕 2D からダムが当たってバニじゃねえダム星取って一撃。さあこれでソッドユダとの格付けは終了したのでしょうかさあ1本取るのは KI。 KI 君強いね。覇者オーラ使いましたね今。
俺に勝つとどうなるか分かってんのみたいな、新規勢はそれで恐れをののいて負けていくみたいなね。まあマジシャンさんも相当やってる人なんで、さあ2戦目 KI ユダ VS マジシャンレイですね。変わらずバニーはうまくジャンプで逃げて、ダガールをちゃんとうまく潰してバニー当たらないが、ガードするとゲージがモリッと溜まるんですね。で攻め継続すると、さあできる系のコンボはできなくて、MBMB コパンバニーがすごい溜まっていく。ジャンディガーキャン、そしてめくりは見ていく、ダガールダガーキャンをしたけど、その後めちゃくちゃになってダガールリベンジ状態でコンボを食らっていく。昇竜拳からチー昇竜拳ブーストブーン、実況はマキンタロウさんです。 1P が KI ユダです。 2P がマジシャンレイです。さあこのままMB ユダ側にゲージがマックスで溜まっているので、何も考えずに自分のゲージを溜めていくっていうのが一番セオリーでしょうね。というかそれ以外は択はないでしょうと。頑張ってゲージを溜めていく。 2.2 本溜まってラウンドを取るのはマジシャンレイ。さあ開幕ブータチエスカしてから投げていくが、コンボミスって昇竜拳に対してダジャンエーで勝っていく。 D からダム決壊で置き攻め、壊し壊し、さあ崩れないがユダの金 B は下段なんですと。なんでこのキャラ下段にしたの、他のキャラ下段じゃないじゃん、同じようなあれなのにモーションなのに。トキのなんか金 B が下段じゃなくてよかったね本当に。さあうまく倒したけど星は取れなかった。最終ラウンドゲージ状況はまあ同じと、ほぼ同じと言っていいでしょう。ブーストからさあブースト全部使っていって、さあめくり誰もが食らうユダ使いの悩みのエンディ、あれジャンディめくりですね。あれはどんな人でもね食らうときは食らうんですよね。さあソッドが最速でやったと叫んで小足で一番基本の百列ルートで勝ったのはマジシャンレイ。さあ取り返す KI は誰を出すのか、まあ多分時だとは思うけどね。 KI 後がない。次の試合でマジシャンレイが勝てばマジシャンレイ1位通過、ソッドユダ2位通過ということで決定してしまいますが、俺 KI3 位で落ちるっていうの俺すっげー見たいんだけど個人的にはねえ、もう毎年世紀末舞踏会優勝のね覇者 KI さんがね予選3位で落ちるっていうのをちょっと見てみたい気もするんですけれども、まあそこはね覇者の意地というものがあるでしょう。さあ KI トキ出してきました。 1P が KI トキ、 2P がマジシャンレイ。KI が負けたらそのまま終わり、決勝リーグに行きますと。さあジャンビー、さあジャンシースカったところに最強の禁止体育置いていて、さあ B 置いていたが 2D が速くて強い、かわいそうで。さあジャンディガードしてちょっと待ってからジャンディ、さあうまく逃げてどこ見ているから、ガーキャンで返して断固総裁拳で逃げる。さあちょっとダッシュしてから B に対してコパン、天守薬列拳。さあこのゲージ量は余裕の北斗右上段陣拳でドリブルルート。レイは当たり判定がめちゃくちゃでかいので浮きやすいですよと。D から ADD、 ゲージもちょっとずつ溜めて 1.5 本ぐらいかな、 1.5 本自分で溜めて、まあ、しかし相手側マジシャンレイに対して
2.2 本貯めてあるんで油断は禁物と。星も4つなので、うわーそこでジャンシーに対してガーキャンしたところガーキャン狩り、なんであれガーキャン狩れちゃうのと。さあおっとおっとすごく低い、これはドリブルルートにはいかないので攻め継続という感じの置き攻めでしょう。さあ立ち A で暴れてうまく拾ってうまい。さあ後ろに回ってあれ結構難しそうなんですけど、あ落としてしまってジャンシースカシ投げ、Jキングっぽい。ああれ KI さんの覇者オーラですか今のが。天守百裂拳からせっかくこうでリーチ統計後方から断固総裁拳で逃げた九死に一生を得たが依然即死ムードには変わらず、ジャンシーから B に対してあれ当て身したが当たらず、その後になんか食らって勝ったのが KI 君。あれ終わり。じゃあこれであれですね、みんな1勝ずつなんでこれは再試合で、まあ、1先ずつなんだかんだで覇者の意地を見せましたね。まあ、手が温まればねと。まあ このゲーセン寒いからね、ソッド君が来たあたりから寒いですからね。さあソッドユダと KI レイ KI トキどっちだろう。さすがにここでサブキャラ使うやつはいないと思うけど、さあラオウを見せていく。確かにねソッドユダに対してはラオウの方が勝てる可能性あるんだよな。ターン定の 1P 側がソッドユダ、 2P 側が KI トキ。ダガキャンに対して 2D が当たってリベンジ状態で攻め継続、これ超辛いやつ。あ 2D 当たったがその後のコンボ当たらず、しかし攻めは継続していく。 2D を地上で食らっちゃったらなぜか受け身取れませんと。なんであのゲームこのキャラ受け身取れないのと。さあちょっとダッシュしたところにめくりジャンディになってしまった、悲しい。天照百裂拳からバニーでさらに攻め継続、統計後方から 2D ジャンディでコパコパ、 2D からジャンディでガーキャンで返す。さあうまくジャンプで逃げてせっかくこう当たらず、その後ジャンビーで対空、ジャンビーで対空、ジャンビーで対空からの AD から攻め継続、かわいそう。なかなか逃げれないがちょっとミスったところに投げを仕込んでおいて、さあうまくコンボを決めればブー A からブー A から、さあダムを使わないルート、あしかし落としてしまう。うあーせっかくこう暴れつぶしというか攻めつぶし、いやーいろいろありましたがラウンド取るのは KI トキ、そしてガン有利の体勢、これは 2D とかが当たってしまえば KI が一瞬で星を1個取って一撃で終わってしまうんだが、ここはソッドユダの意地の見せ所でしょうか。統計候補はアジガでできるだけゲージを貯めていく、地雷を置いて地雷を守って攻めさせねえぞと。ダガールは最速で見てから潰す、ガーキャンで返して地雷をほっぽってジャッシュで逃げるが戻ってきて地雷はまだ置いてある。うまい。さあ 2D に対して 6A で返す、そして攻めをしていく、うまく崩してダム決壊から攻め継続、ジャン A、 さあピヨッタ、これは分からない。バニーからのもう一回バニーで壁コンは一番星も取れるし体力も取れる、星3つ取って A でラウンド取り返す、 KI じゃねえやソッドユダ。さあ分からなくなってきた、ゲージ状況はお互い両方だが、しかしここでテーダ D のめくりからの星に一撃、勝ったのは KI トキ。うわー今のはえぐいね。さあまず勝ったのは KI トキ、これは次は KI 対マジシャンでいいんですかね。さあ KI とマジシャンさんお願いします。これで KI が勝てば KI1 位抜けという感じですかね。で負けた方と、まあ、2位抜け争いって感じですか。はい、
まあ、ここでマジシャンさんが勝ってしまえば、まあ、分かんないわけですけれども、AC 北斗はまあレトロゲーでしょう。もう8年前ですからね、稼働が。10周年だっけ。もうさあ最初に攻めていくのは KI トキ、ジャンピー当たるが、その後ジャンピー逃げて、さあコパン置いといて確認 2D、 うますぎる。 ACABDCC からナギナギで裏回ってうまくガードした。さあ裏回っているのはガードしている、うまくしてジャンプやったが、トキの 2A は対空にもなるんですと。そこからうまく拾ってドリブルルート、これは悲しい。11年目か。これで8年は俺がやったとあれかもしれない、年数かもしれない。俺もうこのゲーム8年もやってんの。さあレイガーのゲージが溜まるよりも先に自分にゲージが欲しいと、蓄積を切らずに覚悟で星取って、タメバニで星取って、さあ最大限星は取っていく。ラウンド取るのは KI トキ。サードもかなり根強い人気ですよね。ブービーで逃げて、さあ少林客からうまく拾って、あの空中当て身が強すぎる。せっかくこうで 2D から壊し、うまくガード、さあブー壊しはガードできなかった。グレイブから天守役列剣 ACC 一撃が入って、勝ったのは KI トキ。 KI トキが1位進出です。おめでとうございます。じゃあ KI 君に変わりますか。あ、トイレ。さあそれじゃあ2位抜けの決定戦をしましょう。 1P 側座るのがソット、 2P 側がマジシャンさんですね。そうですね、2005年の暮れに稼働したね、 AC 北斗の件、12月のいつだったかな、まあ上旬に稼働した普通の格闘ゲームだったはずが、時おかしくねみたいになって、そこからさらに家庭用が出てから鉄さんとポチさんがぶっ壊しちゃったゲームで、その後根強い人気がね、一旦人いなくなったのにバスケが見つかったことによって盛り返したゲームですね。さあうまく拾う、さあ 1P 側がソッドユーダー、 2P 側がマジシャンレイ。さあ今のはまあハメっぽいハメじゃない感じ、一応多分ガーキャンすれば返せたと思うんですけれども、まあ難しかったと。ダガールが飛び道具属性だから、もしかしたらバニーじゃない、ガーキャンができなかったのかもしれないですね。さあラウンド取るのはソッドユーダー、しかしオーラ1本しかなくてブーストゲージがないと。さあジャンシーでうまく対空してからのダム決壊で置き攻め継続から断固総裁権は読んでいる。さあうまく拾ってピヨッタ、あれ逆にバニが出たが、まあ問題ないでしょうと。ダガールタイバニから空飛んで星さん一撃、勝ったのはソッドユダ。さあ2位抜けソッドユダです。おめでとうございます。いやもつれましたね。じゃあ KI 君に変わります。あ、勝ったの興味ないですね KI さんね、ソッド君に対して。これでじゃあくじ引きか。1位の人にくじ引いてもらうか、まあ、俺がもうこうやって全部引いちゃうか、これでいいかな。じゃあ元住さんから引いていきます。はい、元住さんが1番、次ゆっとりがこれ3
3番ゆっとりが3で、マーチン太郎が4番で、俺がじゃあ2番かな。あれ俺どうしますかね。この2先でも全然できそうちゃできそうかな。8人だからじゃあ2先でやっちゃいますか。5時に出ないといけない。先にじゃあやる。じゃあゆっとり木場からやりましょうか。まあ、今のゆっとりのあれはあれかな、まあ、決勝まで残っちゃうからちょっと一先でお願いしていいですかっていう感じのあれかな。1P が騎馬神で 2P がゆっとりですね。開幕まずゆっとりがコンボいきなり決めて、さあ 2A2D とまだピオらないですね。さあピオ出して、星を取って1ラウンド目はゆっとりと、さあ2ラウンド目、置き攻めはめくりジャン B。 さあ今ちょっと選択難しいところでしたね。追い打ちスライディングでピオでかなっていうところでしたが、騎馬戦がかなりいい形で取り返す最終ラウンド激しい。さあこれはコンボ見せたから美味しいぞ。死なない。さあ壊したい空で、はあ今ちょっと難しい読み合いです。すごい差し込み、艦長の叱りに極と、今のタイミングがちょっと見てからっぽいタイミングでしたね。さあ1試合目は騎馬神と、さあ2試合目ですね。さあ騎馬神の極斗がかなり冴えますね。さあガン攻め出す技すべて当たる。うますぎる。さあ、ガン処理。ガン処理で騎馬神が勝利。さあ、よかったね。まあ、あの時間だったからしょうがないよね。時間5時までに帰んないといけないみたいだったからさ、しょうがない。
ガン処理でしたね。さあという感じで、じゃあ普通に順番通り元住さんとと思ったけどやってんのかな。じゃあ飛ばしますか一回。じゃあ KI しっかりやりますか。じゃあ岩下くん、はい、すいません、外です、岩下です。決勝トーナメントは1回戦の音は飛ばして2つ目の KI 失火の結局2先になったんですか。2先、はい、5時ぐらいまでしか時間がない、はい、あ、なるほど、だから先にやったんですね、なるほど。さあ2先なんで一応キャラ替えの読み合いはあるんですが、ね、ね、よりによってね。さあ 2P 側が失火と、おーと 1P 側が KI のレイ。さあしかし KI レイ最近てか、なんか前もやった時見るとかなり動いてたんで、やれば動くって感じですかね。さあどこ見ている、やってからジャンビを見てから差し込んだ感じで補正銀のような手段が入ってワンコンボ、ジャンエジャンシーから、さあトマさんが作った裏回りでコパコパ弱小流分で、これはたまらないけど蓄積が乗ってる状態。さあ別に KI は空想としなくてもゲージをいっぱい作ってから考えようって感じですかね。さあ 2B2D で、じゃあ岸川さんあんたがさばきたいんだけど、レイのさばきはなかなかコパンさ、コパン湖水とかでそんな簡単にはさばけないが、2C を起こして落としてから 6D が暴発、コパン 2C 最速3落として、コパンコパンでダンコ逃げて、ジャンディブーコアシージャンシー禁止コンボに持っていって、これは刻むだけ刻んで切り裂けて正解っぽいですね。おっと入らない、ちょっと低かった、ジャンビーにサブ、ジャンディが見えない、忘れた頃にやられると本当に無理。さあラウンド取るのは KI。 さあ投影08ダムラジハシャ、ショーはもう取った実績はキリがありませんが、さあバリアを張ってから、しかし下手に飛び込むとねコパンで潰されちゃうんで、下手にも飛び込めないところでうまく差し込んで、もうワンコンボだが、さあこれは起き上がり弱小流から、起き上がりっていうか着地からの裏回りルート、小流からのブーストブーストで、さあジャンビー流星でこうすると裏回らない、裏回りにくいかなり。さあジャンビーの禁止 NC ジャンビー、さあダムラジの決勝もこの刻みで決めていった。さあまあこの試合はまあまさに KI って感じの試合展開で、大体ね、こう久々にレイ触るとマジでクソ弱いんですけど、なんか動いてますね。前回の全国の数日前も時で出るんだけど、レイも大概に動いちゃって、レイもあるなとか言ったぐらい動いたんでね。ダムラジ決勝はその時はディムロスですね。さあここで KI がまずは1本、この流れはもしも負けたもレイで行くまであるかもしれないな。さあ出荷さんは変わらず時でしょうがですね、レイ時で2戦目ですね。さあレイ時は 7-3 なんでなんて言った時代もありましたが、それももう8年ぐらい前なのかな。さあダッシュ MB、 さあ MB の使い方が地上戦だとなんか艦長になんか地上戦だけだとなんかあんまりないっぽくて、 MB で出かかりを潰すみたいなのがいいっぽいんですけど、さあ小足を金に対して艦長差し込んでグレジャンビーテンション西西からもう一回蓄積乗せて、さあこれ鹿さんはゲージを回収タイムと思ったが、これノーゲージ打っていく。さあやっぱりガードすれば終わりなんだけど、やっぱり、ね、KI とか太一さんとかそういったレベルにはワンチャン取れるとね、埋めなきゃ埋めなきゃって思っちゃうんですよね。ジャンビーからジャンビーから J ドリブルルート転生転生転生から、さあさすがのコンボ精度金利断人剣、高さもバッチリ。さあ V1 とかだとチャッキャン断人とかが必要になる時もあるんですけど、こんだけブーストがあれば金利断人でコマンドの入力猶予的にも余裕がある形でドリブルに持っていく。さあ KI はブーストが 1.5 あるんで、まあ当たれば端についてればダブル昇竜でもいいし、裏回りドリブルでもいいし、昇竜当たってもいいしって感じなんで、ゲージ的には悪くない。
石川さんがまずは1本取って、さあ2ラウンド目ブーコパンの言う競り合いに、おっとどうした、負けていった、おドラマになんだそれは、すーげーなー本当に昇竜ブーンで、おっと落とす、さすがにちょっとこういうコンボはちょっとさすがに怪しいか、さあちょっと角田が、さあピオル、ジャンビージャンシーから禁止場に落として、さあ質のリバーチャムなしく、禁止グレ流星、ジャンビーグレから流星パンチ、まあここで無理に長文を使ってオーラを1本張る必要は吐く必要はないって感じですね。さあ第3ラウンドどうする、さあブーコパンの競り合い、今度は読み方なせきしかとき、だがこれはオーラがたまらないのね。さあバニー、さあ 2B、 2D、 コーパンダンコ避けてジャンビーガード、さあめくりが見えない、これは厳しい、ジャンビージャンビーからジャンビージャンシーブーン、コーパン、さあオーラがたまったか、さあちょっと迷っちゃった感じですかね。さあジャンプコパン投げ、終わった、アラも受け身を取った時点で終わったさあこれはハートなんてフンって終わりなのに、さあレイはフルコンボ決めて KI が2連勝で KI が、ベスト4ですね、間違いない。でダップさんと元住さんいきますか、はい、お願いします。でもさっきはなんか普通に元住さんが勝ったっぽいんで 2P、 あ、なるほどね、つかみ投げやっぱがあったからですね。あ、 1P になっちゃった、これはきつい。一応ケンシロウは 2P とかだと結構いろん本当にいろんなところから台風ループできるんですけど、 1P だとつかみでゲーパーが入らなくなっちゃうんで、有用がないとかじゃなくて入らないんですよね。さあコパコパ吸い込みから、さあこの組み合わせはかなりケンシロウ有利なんだけど、元住 TO やっぱり歴が違う。さあこれ小足2発刻んでもインディが届く、弱女からこれ成功ハーで入る、画面覇者も地獄ですねこれは、ハートは。さあ爆してして 2D、 さあもう岩を打っていくしかない、もうここは壊し壊しガードしていく、下手に欲張るとこれも結構きついっすね。ハイジャンコンも入って天破滑殺、コパンバニー死んだ、さあそこはしっかり、これは厳しい、1ラウンド目を取られるとこのキャラはかなり厳しい、もうパーフェクトで台風で取り返すしかないんだけど、壊し先端の位置を一生キープされてると、うわ刺さった、さあこれね、さあダップさんもやっちゃったと、さあジャンエイ刻んで、これは台風、さあこのパーツが一番ダメージが少なくてオーラ回収時間を回収させるルートなんだけど、つかみ投げパー使えないんで、古来からのダンクレシーブ、台風から、おっとこれはゲージパイ活用法だ、すげえ手くいやつだこれ、あ落としたー、ジャンシー、雨終わった、やっちゃったー今強気の壊し、さあダップさんが刺していった、あ2先っす2先っす、さあダップさんが、さあ今のはちょっと死体の時点でケンシロウの高度が低すぎて落ちちゃったって感じですかね。あれが多分 1P だとかなりゲージを回収できるルートっぽいんですけど、 0.5 ぐらいたまんのかな、あーあるんですね。一応弱ダンクを2回挟めば結構たまるっぽいんですけど、まあなかなか難しいですね。さあしかしまあミスってもね、まあ、ミスっちゃねやっぱりダメなゲームなんですよね、特にキャラ差があると。まあキャラ差があってもミスったら負けるけど、特にタイフハートみたいに、うおーっと、さあここ別にオーラないんでガシガシいくよって感じですかね。ここはもう暴れを潰すような手打を重ねて、手打 BD 弱上から成功、この位置は終わってる。さあこれ届かないんですよね、しかもこれ隠るんですよね、エンディがね、ジャンシーキンディジャライコーからビヨっていく、ハートにはオーラもない、バーニーで貯めてダップさんが1本、これで無理してガーキャンもらっても絶対知らないんで、ケンシロウは無理する必要もない、大うまく差し込んだけどちょっときついか、この位置は、おっと差していったか、ミスる、壊しエンディ陶器ぶっ壊し、アーマーを剥がして弱上から一撃リベンジ達成って感じですかね。ダップさんがベスト4で、俺とマキンだな。
なかなかかわいそうな組み合わせでしたね。いるっぽいですよ。さあここで岩下と TT え岩下ハート来ましたけど、さあコンボはできるはず。さあこれはさすがのマキンタロウも切れてしまうかもしれない。さあ微妙に袖っぽく立ち回って、ここから多分岩ブロッキングされて死ぬ気がする。まあ今エースで死んでましたね。さあ1段目は岩下ハート様。さあマーキン太郎の命がけのコンボがここから始まりますね。さあちょっと今のは前ジャンブーストにしてたから端についちゃいましたね。さあ今のを見る感じだとマーキン太郎ハート対策できてないっぽい。終わってしまわれた。あ、さあこれはきついですかね、さすがに。さあこれで1-1最終ラウンド。さあこっからどうするんだ。さあ空投げ、すかし投げをおそらく狙っているけど、それの前に全部食らって、あ、これはダブルエースで死にますかね。普通に死んだ。さあマキン太郎死ぬ。久々の大山に来てソッドハートに負ける。さあまあマキンはラオウですね。基本的にマキンはラオウ以外は一応マキンケンシロウあるらしいですけど。さあ2試合目、まさかのソッドハート似たてもありえそうな空気ですね。さすがにですかね。この強化2個と無双の状態をどうハートで崩すのかっていうのが、あれ？うわ、今地味にうまいつなぎしたんだけど結局裏回った。ん？おわ。さあ異定用中はガードができません。なのでコンボミスイコール死になりますね。さあよく見てダンクです。さあ今度はエーパには行かずに、さあ3位決めて今度はミスらないですかね。
どうでしょう。さあハートだけ、まあ、画面端にちょっと隙間ができるのでずっと端で、まあ、こんな感じでエーパーが入りますと。さあ、まあ、さすがに2連敗はなかったが、さあということでこれで1-1。まあさすがに岩下の方はユダを出してくるんでしょうか。ユダですね。さあ露骨な NB からのグレ。さあこれはマーキン太郎あるのか。さあ強化祭から目押しもミスらずにマーキン太郎からのアドリブ。さあこれはちょっと微妙な位置だったがうまくつなぎましたね。さあいいアドリブ。さあこれはハート様の方が良かったのか。さあマーキンが選手、これ勝った方が勝利ですね。さあブースト全部使ってしまい、さあこれはコンボミス。さあ命がけの手枝をしていくけど、まあ暴れますよと。さあここはかかとですね、かかとサイ。ハート様の方が良かったのかこれは。この試合だけ見たらただの処理。マーキン太郎さあマーキン太郎の勝利ということで、じゃあダップ KI ですね。ハートにしてよかったなクソ強化チョップをドヤ顔で取って裏回り防止のパーツを使ったはずの裏回っちゃった。さあここで、純潔 KI とダップ。さああれ KI もう最速で時もう勝ちに行きまんまん。さあブーゴパンから 2B エンディからさあ耐えていったけど耐えられないと。グレイブ投げてコパ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 、初めて見るけどこのハメゲ何が面白いの。そうでしょうさあこのゲームね終わってるんだけど、でもこれ相手をねはめて殺せるんですよこのゲームだったら。もう最高ね。だってもうそんなね人が浮いたりとか数秒で死ぬとかそんなこと普通のゲームやったら起きないけど、やっぱりそれが面白いよね。さあエピコンサウス。さあでもこれはさすがに無理はできない。ワンコンも決めてからこの蓄積で崩していきたいが、うまい。これはでも時といえどさすがにピオらない。もう一回せっかくこれはさあ着地にかぶっていく。グレイブジャンシー、グレジャンシー、これが一応かなりパースとしては火力が高い。天照コパコパ西西南人権。さあこれは死なないけど、さあコパンガさんさっさと頭あれと。さすがに生ぐらい巣ぐらいするつもりはなかったっぽいですけど、
さあジャンシー西2D さしてコパシギグレからジャンビー転生、これは殺せるぞー。あさあ、あ覚悟覚悟って、さあ落としてからの破顔剣のフォローで、ラン勝ったのは KI ですね。まあこのゲーム遊んでみると面白いんで、ただまあ触ってみて面白さを感じるまでにちょっとだけ時間がかかるかもしれない。多分始めたばっかの時は多分面白さ感じにくいかもしれないですけど、数対戦したりトレモとかでコンボができるようになっていくとね。新規の方はぜひぜひ募集してます。さあというわけで2ラウンド目2回目ですね。 KI とダップもう1回、もうこの組み合わせもキャラ差が、おおすごい。さあ凪の着地点にエンディー置いてヘビコン、さあこうして、あ出ない、うわ最強。さあ西タイクからグレイブがケンシロウな何でも入ると使って、コパコパ西 2D ジャンエジャンディ天使からコパコパガーキャンをせっかくでこれはガードでこけて壊してだ。さあギャンビーグレイブエンディーじゃないこう、さあ4段から落として、さあ崩れてくれない。さあ無双転生でとりあえず形を整える形でしょうか。さあジャンエからエンビーで止めていったがちょっと確認ができずに、コパン暴れが入ってグレイブからの転生百裂拳でこれはまあバニでおら、おわ無理。さあこれ終わってんだな、あれ空中当て身を出しながら飛び込んできて投げるんで、空中当て身手を出したら当て身を取られて固まってると投げが来る。まあ飛ぶのは正解なんですけど、とっさにあの判断はできない。なんならあのスパースだと飛んでから何かされた時点で空中攻撃やって勘違いしてることもあるんで、空中当て身だと思った瞬間には投げられてることが多いですね。さあ非常に強い、まあこのキャラをどう倒していくかっていうのがもうこのゲームの永遠の課題ですかね。さあ手を差し返して、さあこれはマニコに行く、コパエンディからジャンビーからジャライコ、ジャライコジャンビー遠心天破火殺、これで6割どうする、ジャンビー見えなくてグレムだが、これはピオリはおっといく。さあこれもダメージで殺すこと優先ですかね。アウトスナップさん大丈夫大丈夫、さあピオって、あーとうとう星を取っていきたいか、取れるか、さあぴったりバッチリ取っていく。さあドリブルはねちょっと実践地で決めることはできるんですけど、ちょっと難しいんで、あくまでカッサセで壊すつもりだったんでしょうね。うーわ今も高さでもダメ。さあジャンビー転生ガード、ダップさん頑張って、さあ飛んでいく、コパン 2C2D、 さあこれは折り投げでガードできるんですと、コパコパから投げガード、コパコパコパ、さあ下手におーっといった踏んで、あダップさんさあガード取っていく、だがブーストを吐けば問題なし、これはまずい、ブーストなくなってしまったダップさんに、どうする、ダップのアスタどっちだ、さあこれ確定、確定エンディジャンディから、これは生グレエンディだったらヘビコンには結構簡単にいけます。さあじゃあライコからの手破滑殺、弱上リーチ、さあこれね結構パッと見うざい行動なんだけど結構強い。さあこれはブーグルからバニーバウジゲ、おっといった、取り返すのはダップケンシロウ、さすがの時戦のダップですね。やはり KI を特にジャッキャラがね、ジャッキャラってか別にジャッキャラフリーキャラが倒すとやっぱり盛り上がる、まあ別に有利キャラが倒しても盛り上がるんだけど、まあどの大会でもそうだけどね。さあケンシロウで時を倒せばそれは盛り上がるわって感じで、さあもう一回、さあそう多分あのテラビー一発でピオ崩れたんで、ちょっとガードするつもりだ、ガードの自信がなかったんでしょうね。さあコパン西西からナギ、さあの西西ナギに対しては一応逃げを出すとかいろいろ読み合いがあるんですけど、西西トケゴホ、さあこのゲージ回収がすごい、コパン西西から空中ぐらいしてもケンシロウはほぼ全く関係なくコンボが入ります。トケゴホからナギ裏回り表、こら見えない、コラピオらないけど、これは転生百裂拳で空中攻撃をいっぱい入れてダメージを増やして、ブーコパ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 断人拳、
この減りが終わってるな、これ。酒塩ビニアスで今まで死ぬんですよって。もともとブーコパンいっぱい刻んでも割合のダメージがあんだけもともとあるんで、かなりダメージが高い。さあ無双転生をつけないと話にならないよと、だからつけても話にならないよって感じで、さあブーコパから西 2D 裏回りからのグレイブヨンボ、もう一回コンボを決めてリーチ。さすがに厳しいか、ジャンシー上から飛んでも空中攻撃も押せないブーコパ。さあごまかす、なんとか割っていきたい、なんとかしのいだか、しのいだけどうまく刺していく空中コンボ、天破滑殺から弱上どうする、すかしていく、見せていく、これはピオル、いいよバニから聖栄光コパン弱上エンディドライゴ、いいよダフさん、いいよこれはあるぞ。さあ KI もまずやべえっつってる、 KI 落ちるか、 KI さん、さあジャンビー、嘘でしょ、何今押し方、ローションローション、勝ったのはダップケンシロー、決勝戦進出おめでとうございます。次、キバさんとマギーンでお願いします。さあダップさんがやってくれました、ありがとうございました。ニエが負けた。そう。さていう感じで、キバマキンですね。さあ1試合目、今日騎馬戦がかなり乗ってますからね、これはこのままの勢いありそう。あれこれ死ぬのかな、死なない。さあこれは割りに行くルート、騎馬戦の技の振りがかなりうまいですね。さあここで無双、前 A と。さあなんかこのタイミングでなぜか本名をパナされてますが。さあこれは刺さってブーストからコンボと、さあ目押しもミスらない、さあかわいそうすぎる今のジャンプ B さあ騎馬神があと何か刺されば勝てるんですが、これはさっきのリベンジマッチなんですね。さっき予選ではマキン側が勝ってた。さあ最終ラウンド、まあ、状況的にはキバシン側がちょっと有利ですかね。さあここでブーコは刺さって、あれさあアドリブ、さあ乗っているキバシン、マジ久々に会うとこのゲーム動きがめちゃくちゃ速いですね。
人の試合見てても早く目になる。さあ2試合目、さあ敬意おりますよ。さあこれは置き攻め普通に通って、これはどのルートに行くんだろう。これはバスケルートですかね。いやそう、目がチカチカして画面見えない本当。さあマーキンが1ラウンド選手、分かりにくい今のは。マーキンタドも出ました。ここでゴクトと、おこれはまさかドリブル行くのか、シンで。できている、すごい。さあ一昔前じゃ考えられなかったコンボですが、しかしながらなんかこのコンボ結構安定するらしいですね、ちょっと練習すれば。さあおそらくこのままいってゲージ、まあ、お互いマックスの状態になるっぽいですね。さあ補正入りまで行って完璧。さあ最終ラウンド、さあ完璧すぎるこのシーン、強いですね。さあということで決勝がラスダップ VS キバで、さあこれはキバ戦勝てば初優勝ですかね。さあ次回舞踏会シードポイントまで大きくリードしますからね、1位になれば。1P がキバシンで 2P がナスダップと。さあ1試合目、ここは暴れつぶしのバニト。今日本当キバシンのゴクトのヒット率がちょっと異常ですね、全部当たってる。うまい。さあではブーストやってもやってなくても反撃が入れられる入力があるんですが、今のはそれだったのかちょっとわからない。さと言いつつも1ラウンド目選手はナスダップケンシロウ。なんだ今のは。一撃が逆向いてた。さあこれチャンスをものにしたいとこですが、やり直しと。さあナスダップ
ップ剣がリーチ。さあ次ナスダップ剣が勝てば、まあ文句なしで優勝ですね。さあ2試合目、そこが暴れつぶしのバニが刺さると、大きい攻め、アグレッシブ。1ランダム選手は騎馬神。ここで無双転生当たらずに着地、七種着地っていう。さあ極とミスで金Bが出たところで裏回ってて美味しい。さあ壊し刺さって治りスペシャル一撃。さあこれで1-1。さあ熱い展開になってきました。騎馬神かなり強いですね。今日さあこれで最終試合ですね。1対1で最終試合。さあうまい遠視、しゃがんで透かしてエンディ差し込み。さあゴクト刺して追撃はちょっと見せましたね。さあグレゴクトからこの後の置き攻め通れば。さあピヨってたとこなんですがゲージ使ってしまった。さあ壊しでシャリ重ね。さあここで無双転生ですね。またしても騎馬神のゴクトが当たる。ヒット率がすごいぞ今日。さてだからハイジャンコンまだ死なないですね。さあ最後の置き攻め、ここは命をかけた雷神でしたが、あれいろいろ怪しかったけど1ラウンド取ったのはナスダプト。さあここで星さん危ない、ここはまだ殺しに行かないですね。グレゴクトで昇竜からとわっ、最後は手だから一撃で。じゃあ優勝はナスダップ剣士郎です。おめでとうございます。さあ騎馬神の方惜しかったですね。じゃあコメントだけいただけますかね。いや最後騎馬くんのすごい殺意が伝わってきてすごい怖かったんですけどでもまあなんとか果たしてもらってね、
まあ、次やったらどっち勝つか分かんないんでまたやりましょう。ありがとうございます。